その木村は、かつて、新潟県中間原郡にあった村。1957年5月3日に、新潟市との編入合併によって消滅し、現在は、旧村域の大部分が、新潟市港南区、北部の一部が中央区となっている。以下の記述は合併直前当時の旧その木村に、関しての記述であり、現在では、名称等が異なる場合がある。なお、 ここに記述されていない内容に関しては、新潟市などの記事を参照。1889年、中間原郡の品野川う岸沿いの村、神殿が合併して立村。村名は、域内の集落、蘇川、天野、科木から一時ずつ取って、その木とした。個数は、他地域より多く599個あった。亀田郷の広大な泥田の生誕にあり、戦前までは、 水田での農作業は腰まで使って行われるほどだったが、戦後に土地改良事業が進められ、関連化された。1948年、品野川左岸川の地域が黒崎村に編入。さらに1957年には残った村域も新潟市へ編入し、その木村は消滅。新潟市編入後は旧鳥屋の村などと同じ鳥屋の地区に区分けされた。 現在も、ソガワ、ソカワ、アマノ、カモク、後や、祖父、沖野、漂流、鍋型神殿は、地名として残存している。このうち、ソガワの一部は1986年に住居表示を施行し、その目に解消。また、アマノの一部も1990年代に住居表示を施行している。また、ソガワとソカワはいずれも、ソガワと読むが、 地元では校舎を、林曽川と呼んで区別している。その木村は、合併した村名を継承する以下の大技で構成される。注釈出典。ありがとうございます。